ホロライブのオーディションやるみたいやね、あれ。気になるわ。っていうか、その、この前リグロスができたばっかやけど、あれか、今からオーディションやって半年後とかそういう話なのかな。ほら、なんかよくコメントであったじゃないですか。なんか、これ以上ホロライブの人数増やしたら、いっぱいいっぱいになるって言ってたけど、そんなことなさそうやね。どんどん人数増えていきますね。ナキリアヤメ、大空すばる、ゆずきチョコ、さくらみこ、坂又クロエ、うん、シオンガチ勢やんな、クロエちゃんは。あとはまつりちゃんか。歌いますね。お、セイタンライブって言っときながら歌わないタイプか。私は問題ないが。昆布なんですね。僕、カツオと梅なんですけど、僕、明太子と昆布はあんま食べない派ですね。栃木県ってどっちやったっけ？右上？左下？群馬の上？右上か。関東の一番上って一応青森にならん？青森の下らへん？神奈川の右上とか。青森は東北や。え？あそこらへんって関東じゃないの？え？あ、あれか、秋田県とかが東北か。あの、っていうかさ、滋賀から右は全部関東やと思ってたわ。関東と関西しかないと思ってたのか。あと九州と四国があるよな。だ、徳島あたりから関西エリアじゃないって感じや。みんなスカイダイビングやったことある？確かね、灰谷さんやったことあるって言ってたの気すんねんな。なんかエボの時かなんかで。ダイビングか。だ、格ゲーマーやったことある人いるねんな、確か。飛んだー、行けーポチョムキーン。あ、灰谷さんバンジーなんや。俺、バンジーはやりたくないけど、スカイダイビングはちょっとやりたい。え、多分僕、バンジーのね、あの、ビヨーンってなるのがちょっと嫌なんや。これ、マネージャーの人も一緒に飛んだってことやんな。シオンちゃん好き嫌い激しそうな感じしたけど、牡蠣とか大丈夫なんかな？もちもち、うん。スタッフさんエンジョイしてるね。激しいのはスイちゃん。解釈一致。ネネチ変色か？解釈一致。すげーすげー、漫画とかアニメであるあれや、なんか。俺たちでドリームつかもうぜっていう花火や。はい、というわけでスカイダイビングから海鮮物食べて花火あげるっていう、もう完全にエンジョイ一日やったね。すごいな、23分でここまで詰め込んでくるとは。濃いな。シオンちゃんアクティブ勢や。サイン詫び。待って、この曲昨日聴いたよな、この曲。うん、コモちゃんも歌っとったよ。ちなみにさ、推しの子って、アイドルとサインは B 以外にも曲あるのしてた？で、エンディング曲が男性の曲なんですよね。あれもちょっとかっこいいから歌ってほしいんやけど。めちゃくちゃ似合うな。うん、しおんちゃん可愛いダンス超似合う。投げキス似合うね。しおんちゃん白も黒も似合うな。黒の服着てるときはでっかい帽子つけてほしい感はあるな。あのでっかい帽子でちょっと魔法使いそう感が俺の中で好き。しおこかわいいよな。俺一回も見たことないけどポコベみたいんやんか。この前のホロパレードで初めてあのファンのあれをちゃんと見たんやけど、あれポコベやばくない？いろは殿のライブ見ず、そういや見てないな。何してたっけな、いろは殿のライブの日。うん、絶対なんかのコラボやってたと思うけど、うん、アルさんとか千葉師匠とゲームやってなかったっけ、その時休んでた。あー、なるほど。俺休むんやな。はい、これはボーカロイド初音ミクの曲ワールドイズマインという曲です。あの、私ボーカロイド詳しいので、うん、サムネイルはミクが私服でこうやってなんかベッドの上でこう寝そべってるやつなんですけど、あ、まあまあまあ、あのボーカロイドっていうのが昔ありましたね。うん、
分かる偏差値40でも分かる曲や。多分さ、入試難易度で言えば足し算引き算レベルやんな。掛け算より難易度低いレベルやろこれ。この曲知らんかったらもうボーカロイド知らんまであるよな。かわいい。ちゃんと床が魔法陣になってますね。かわいい。やっぱシオンちゃんこれでめっちゃ子さんなんがよくない？シオン先輩ってみんなから言われんの。結構いいなと思ってるんですよね。めちゃくちゃ後輩っぽいしな。シオンちゃんは八番出口とかスイカとかはやらんタイプなんかな。俺が見逃してるだけかもしれんけど、全然俺追いかけれてないな。昨日なんか八番出口だらけじゃなかった？あの昨日やってたのですが、フェン様がクリアするのに4時間かかった話一緒かやな。そうそう、フェン様バロやってるらしいね。はい、これは、ケイオンという、バンドアニメの、挿入歌、天使に触れたよはね、実はこれユイが、まあ、卒業するんですけど、そのアズニャンに向けて作るっていうのね。これ映画で明かされたんですけどね。やっぱシオンちゃんの曲線は殺しに来てるな俺を。俺今天使に触れたよか U&I って行くと泣いてまう可能性あるから。ミコチのミコ衣装久々に見たかも。軽音の大学編があるの知ってる人なかなか少ないよ。なんかシオンちゃん歌うんかっこよくない？シャカマタアニメ声出せる。推しの子ワールドイズマイン軽音ですよ。ちょっと本当にね、ちょっと刺さりすぎて困るな。青春コンプレックスあるから。30後半になって青春したいからね。持ってけセーラー服。やばいな、あれダンスめっちゃ激しいよな。あれ、なんだってなんだってみたいな。最初の4人めちゃめちゃ踊ってるもん。コネクト奇想感やばいね。魔法少女的な。ちなみに、晴れ晴れ愉快来たら、やりすぎではと思う。いや俺晴れ晴れ愉快のイメージもうニコニコやねんな。これ推しの子のエンディングじゃない？あ、俺さっき言ったやつや。やばい、ネタバレしちゃったな。やっちまったな。バレたか、俺が瀬戸利組んでること。ってことはこの後コネクト来るな。この後マドカマギガでオープニング走って終わりやな。あー、2期生全員でアイドル歌うあるな。てかしおんちゃんなんか歌い方かっこよくないですか？可愛い歌似合いそうやのに。魔女っ子やから東方似合うってのはなんか解釈一致ですね。来ましたー、2期生すげー、2期生集まってる。なんか切り抜きで見ましたよ。じゃスバルさんが FPS やれば揃うかもみたいな。スバルさん以外が FPS やってんねんな。2期生バロやってくれないかな。てかアクタンバロはやってないよ。いやー確かにあれや、2期生揃ってんの初めて見たかも。確かにな、なんかいいな。確かにレア度高いな。残り3分しかないけど、これあれか、21時超える感じか。かっけーすげー、めっちゃいい。わーちょっと MV 見たい。MV 見たいけど、MV ちょっと見たい。